聖宗は、吉丹の、第六代皇帝。意味名は、文樹奴。自由権備の名君と伝わる、第五代皇帝慶宗の長男。十二歳で即位し、当は元年に国号を大領から大吉丹に、改めた。治世前半は、母の上天皇大号や父三角の代からの、家臣団の補佐による、失政体制であり、千九年に母が死去し、 30代より申請を開始した。当編では、女神族を、政編では、聖火と協力し、ウイグル人の再域諸国を、復従させた。当は22年には大軍を率いて、申請を行い、北総領の高賀下藩に侵攻した。これに対して宋は、新州の申請軍が迎撃したため、領軍は高賀を挟んで退治した。 しかし、こ着状態が続いたため同年に、千円の命を締結して両軍は撤退した。これ以降、喫炭は宋に大使刑事する関係となり、宋から毎年贈り物を送られることとなった。ただ、高来について、北宋との断交と喫炭の年号を使用することを取り付けたが、その代償として、高等六州を割譲しなければならなかった。その後、幼少である、 高等六州の奪還を目指して何回か兵を送ったが、解体七年に、高麗の名称共感山に大敗し、進行を諦めて、解体九年に、両国で講和が結ばれた。講和において、高麗が高等六州を領有することを認めたが、一方で高麗は再び喫丹の年号を使用し、その作法を受けることになったため高麗がそうと結んで、両の背後を脅かす。 危険性を取り除くことができた。治世後半においては、国内の内政、軍事の組織化に尽力し、中央集権化を推進して、喫丹の全盛期を将来した。太平11年に61歳で崩御すると、長男のただ骨が行為を継承して、教習となった。両母は、慶州近郊にある。西州の中央集権化により、国力を充実させた喫丹は、教衆。 同州の時代まで全盛期が続いた。中国歴代皇帝の中で、正の文字を含む病号が、真の皇帝と、両細世紀の皇帝である。この聖州の、わずか二人にしか与えられていないことからも伺える。やりつただ骨、やりつ廃棄地ただ、やりつ別とく、やりつくれ歌、やりつくじやりつこう振る。ありがとうございます。